中区の久屋大通公園エディオン久屋広場で開催されている手羽先サミット0822の会場からお伝えします。この手羽先サミット、全国の手羽先を知ってもらいたいと2014年から始まった手羽先の頂上戦と言いますのも、名古屋だけではなく全国各地の手羽先が集まっていて、来場者による主食投票で日本一を決めるという人気イベントなんです。ちなみに先ほど上野さんが食べていた山ちゃんの手羽先は第3回のグランプリを受賞したということで、あちら殿堂エリアに出店しているんです。では早速全国の手羽先紹介していきましょう。まず1店舗目があちらです。福井越前の手羽先です。大正7年創業の醤油を使っているそうで、こちらなんと骨がないんです。骨がない手羽先ということです。どういうこと？ありそうな見た目ですね。大きいですね。見た感じはありそうですよ。そうなんです。いただきます、あ、すごい。大丈夫？あの引き抜くんじゃなくってもうそのままね。うん、あ、確かに骨がないから、そうなんです。とっても食べやすくて、ガッツリ結構入れました。ゆっくり飲み込んでからでいいよ。飲み込んでからでいいわよ。結構食べてましたからね、今ね。一口が結構食べました、2店舗目が九州宮崎の手羽先です。はい、こちらは4種類の醤油をブレンドしているそうで、気になりますよね、味がね。味気になるよ。ありがとうございます。はい、あ、どんどん食べるね。大きい。いただきます。あー、ビール飲みたい。見ながらビール飲みたい。見ながら見ながらでいい。今食べたいけど。こちらはザクザクっとした食感がいいですね。あの醤油のコクがあってとっても美味しいです。では続いて紹介します。はい、そのお隣、どの行くね、の手羽先なんですが、インドネシアの手羽先なんだそうです。ほうほう。やっぱり特徴はスパイスを使っているということで、ありがとうございます。日本も出た。見えますか？ちょっとスパイスがかかってますよね。赤いつぶつぶがついてる感じですね。結構パリって聞こえましたね。こちらもパリッとしていて、あ、スパイスが本当に効いてますね。辛い？後味ちょっとピリッとする感じでね、お酒に合います。美味しいです。あと胡椒とは違うピリッと感ですかね。美味しいです。続いて手羽先娘、こちらはあの SNS 映えするということで、ちょっと変わったね、見た目が特徴なんです。娘、このようにいろんなお店があって、その少しずつ食べ比べしていけるというのが、この手羽先サミット0822の魅力ですね。どこのお店もこのように行列ができています。すごいです。盛り上がりが、で改めてここで投票方法のおさらいをしていきます。お店で引き換え券がもらえますので、その引き換え券をもとに投票を行っていきます。1人1回までの投票となっていますので、皆さんよく考えて投票してください。ではこの手羽先サミット、その他にも環境部というものがありまして、 CO2 の削減や皆さんが食べた手羽先の骨を堆肥に変える取り組みも行っているんです。街のゴミが海に流れて環境汚染に、ならないように、海と日本プロジェクトのタッグを組んで、このようなゴミ袋を使ってゴミの削減にも取り組んでいます。こちらブースでもらうことができますので、皆さんも実践していきましょう。さらにはこちらご覧ください。名古屋場所公認のちゃんこ屋台まで出ているんです。盛りだくさんじゃないですか。7月の10日からドルフィンズアリーナで開催される名古屋場所の PR として、大関御嶽海の出羽の海部屋をはじめ、各相撲部屋のちゃんこ鍋のレシピを再現したものが提供されます。親方、お願いします。こんにちは。これがちゃんこですね。そうです。今3種類売ってるんですけど、味噌味が一番人気です。味噌味が人気です、はい、その他にもいろんなちゃんこがあるんですか。そうです。塩ちゃんことソップだけで醤油味があります。おめでとうございます。最後に一言お願いします、はい、4月10日からドルフィンズアリーナで開催される大相撲名古屋市のチケット、手羽先サミットで販売してますんで、ぜひお越しください。ありがとうございます。はい、このように手羽先やちゃんこまで食べることができるこの手羽先サミット、今日と明日は午後9時まで、明後日は午後8時までとなっています。以上、